皆さん、こんばんは。私は愛犬家住宅を推進する株式会社セラフ榎本の社長の榎本でございます。皆様方には日頃から大変お世話になり、心から厚くお礼を申し上げます。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんのリフォームはセラフ榎本にご用命いただきますようよろしくお願いをいたします。実はですね、明日からこの全国トリミング家庭犬訓練協議会に私たちが参加をさせていただきます。参加といってもですね、私たちがトリミングと技術者として出るのではなくて、そこで活躍する方々を応援するという立場で出させていただきます。こちらがですね、すごいですよね。こんなになってまして、ここは東京武道館です。足立区にあるんですけども、こんな形でなってます。そしてですね、それをもうちょっと言ってもらって、あれがトリミング台です。こんなにいっぱいあります。ここでですね、一斉に、トリミングの大会が行われます。本当にこれすごい、状況になるんじゃないかなっていうふうに思っておりまして、私たちはですね、やはりワンちゃんのリフォーム、そちらのですね、やはり今力を入れています。今日は明日はですね、そういった方々がたくさん来ると。今日はですね、その準備なんです。この準備を今こちらでしております。ちょうどですね、私たちのブースはあちらです。ちょっと見づらいんですけども、あの角の方です。そしてセミナーもやらさせていただきます。楽しみにしております。皆さん、ぜひですね、私たちにお声掛けください。私たちは一級建築士事務所の機能も持っておりまして、そちらでですね、しっかりとした設計もさせていただきます。皆様方にご満足いただけるものをご提供する、これが私たちのポリシーでございます。ぜひ皆さん、お声掛けいただきますようよろしくお願いいたします。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんのリフォームはセラフ榎本、セラフ榎本に賜りますようよろしくお願いいたします。ありがとうございます。